ニュースをお伝えします。朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議常任委員会が治世110年2021年3月24日政令第556号を発表しました。政令によりますと、朝鮮労働党への忠誠心を胸に、長い間党宣伝活動家として党員と勤労者の間で偉大なキム・イルソン・キム・ジョンイル主義の思想教育を強め、重要建設現場で率先垂範し、鼓舞活動を盛んに行って、建設者を党の政策実行へと力強く立ち上がらせることにより、労働党時代のモニュメントの建設に大いに貢献したアン・イルラクさんに、民族最大の祝日である太陽節に際してキム・イルソン勲章が授けられました。朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議常任委員会が治世110年2021年3月24日政令第557号を発表しました。政令によりますと、指導者と制度人民を守る崇高な使命感を胸に、革命の獲得物と人民の生命と財産を守る聖なる戦いに尊い命を捧げたファン・チョルさんに、朝鮮民主主義人民共和国英雄称号が金星メダルと国旗勲章第1級とともに授けられました。朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議常任委員会が治世110年2021年3月24日政令第558号を発表しました。政令によりますと、党と革命に忠実に尽くして労働党時代のモニュメントの建設で輝かしい遺訓を立て、巧みな政治活動と自力構成科学技術の力で大衆を党の思想を貫徹し、党の政策を守る戦いへ力強く立ち上がらせて、経済建設と人民生活の向上に大いに貢献したカン・ソン・イルさんのほか7人に、朝鮮民主主義人民共和国労働英雄の称号が土と鎌の金メダルと国旗勲章第1級とともに授けられました。各国で太陽節記念の催しがありました。ロシアとキルギス、ネパールで3月27日から4月5日までの間に、集いと偉大なキム・イルソン主席の業績についての討論会が催され、諸政党団体の人と市民多数がこれに参加しました。催しで発言した人たちは、キム・イルソン主席は父思想を創始し、世界人民の行く手を明るく示した卓越した思想家理論家で、一生を通して国と人民のために全てを尽くした熱烈な愛国者、世界の自主化営業に多大な貢献をした世にまれな政治元老だと述べました。ネパールでの催しでは、敬愛する金正恩総書記に送る祝電が採択されました。また朝鮮民主主義人民共和国との国際連帯グループでも、主席の業績についての討論会が行われました。世界に名だたる古旅政治とともに、その政策術も朝鮮民族の誇り、貴重な文化遺産となっています。翡翠色の古旅政治は、豊かな種類と独特な色と文様、形、そして高い芸術性で世界の陶芸史で際立つ位置を占めています。翡翠磁器とも呼ばれる古旅政治の色は、昔から鮮明で奥ゆかしいのが好きな朝鮮人民の生活感情と趣味、好みを反映しています。古旅政治は表面に文様を刻んで色度をはめ込んだ後、上薬を塗って焼いたので、文様と形、色が見事に調和しています。青磁の種類が増え、その形も多様になり、古旅青磁の工芸価値がはるかに高まりました。古旅青磁の制作術は、諸村労働党の民族遺産保護政策により、国家無形文化遺産に登録されました。11日付の労働新聞に、敬愛する金正恩総書記の導きのもと、父の道を力強く進もうという社説が載りました。社説は、社会主義建設の新たな高揚期激変期を開くための総進軍が力強く展開される中、敬愛する金正恩同志を朝鮮労働党と共和国の周囲にいただいてから9年になる、治世101年2012年4月の朝鮮労働党第4回代表者会議と、朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議第12期第5回会議で、
金正恩同志を革命の陣頭にいただいたのは、チュチェの革命偉業、社会主義偉業で重要な意義を持つ歴史的な出来事だった。金正恩同志が労働党と共和国を導くことにより、偉大なキム・イルソン主席と偉大な金正日総書記の尊い革命的生涯と不滅の業績が永遠に輝き、極東で切り開かれた朝鮮革命は新たな発展の時代を迎えた。共にまたといない偉人である金正恩同志を革命の周囲にいただいた栄光を胸に、チュチェの道を力強く進もうと述べています。以上でこの時間のニュースを終わります。担当はオーヨンスクでした。こちらは朝鮮の声放送です。歌、我らの金正恩同志。李自成作詞、人民芸術家、ウジョンヒ作曲の我らの金正恩同志。この歌は、チュチェ104年、2015年に出ました。いつも人民と共にいて、希望を与え、力を与える、敬愛する金正恩総書記への絶大な信頼の感情が現れる歌です。金正恩総書記は、朝鮮人民を親の愛情で顧み、世界で一番幸せな誇り高い人民に押し立てているだけでなく、社会主義強国の名を馳せています。それで、朝鮮人民は総書記への心からの感謝の念を込めてこの歌を歌っています。軽やかなリズムと喜びに満ちたメロディーの中響くこの歌は、人民の幸せ、栄光そのものである金正恩総書記の下で、いついつまでも暮らそうとの人民の思いを歌い上げています。この歌は、金正恩総書記を党と国家、革命武力の周囲にいただいて、社会主義強国を建てる朝鮮人民に、より明るい明日への信念を持たせる歌として力強く響き渡るでしょう。Bye.
我らの金正恩同志、この歌をご紹介しました。そのもとで英雄に育つ青年たち。8月28日、青年建設管理局局長で、労働英雄の称号受賞者のリーグムチョルさんの手記です。血気盛んな青年同盟の活動家としてスタートを切った時がつい昨日のことのようですが、いつしか50歳をはるかに過ぎました。けれど青年建設チームの責任者として今も青春の気迫と活力にあふれて青年と共にいる私です。青年の名で呼ばれるモニュメンタルな建造物を見るたびに、まず思い浮かぶのが北東山英雄青年発電所を建設していた時のことです。その日は1904年2015年9月13日でした。この日、敬愛する金正恩総書記が観光を控えた北東山英雄青年発電所の建設現場を訪れました。夢を見るようでした。わずか数ヶ月前に訪れた総書記でしたが、またもや身近であった時の感激と興奮をどう言い表してよいか分かりませんでした。身の置きどころを知らずにいる建設チームの指揮官の一人一人と握手を交わした総書記は、青年たちが世界を驚かせる英雄青年の神話を生み出した、私たち青年は皆が英雄だと言いました。その言葉にこみ上げる涙をどうしようもありませんでした。総書記の深い配慮と信頼がなかったなら、このような奇跡を想像できたでしょうか。私は総書記と共に建設現場を見て回りながら、総書記が私たち青年をどれほど信頼しているかを深く感じました。当時私たちは発電所の建設現場に記された偉大な金正日総書記と金正恩総書記の不滅の業績を末永く伝えるための教育室を建てていました。建設中の教育室を見た総書記は、北東山英雄青年発電所の建設で発揮した青年たちの遺訓は、諸村労働党の歴史に誇り高く刻んで末永く伝えるべき尊い富だとし、教育室を北東山英雄青年遺訓展示館と命名しました。そして高くそびえた第1号発電所のダムを何度も見て、素晴らしい、本当に壮大な造りだ、ハンサムのようだ、見上げれば天を掴んばかりの青年たちの気概を見るようで、遠くから見れば東中央を守る砦で盾となった青年の大軍の姿を見るようだと熱く言いました。この日、総書記は青年たちの思想と精神が築き上げたダムなので、その高さを決して測定単位では測れない、北東山英雄青年第1号発電所のダムの高さは私たち青年の愛国心の高さだという意味深長なことを言いました。金正恩総書記は青年建設チームの遺訓を時代と歴史に輝くものと評価しました。建設チームの青年たちはどこでも見られる普通の青年たちでした。総書記の深い配慮と信頼がなかったなら、私たちが世界を驚かせる奇跡を生み出すことも、私たち青年の人生がこのように栄光に輝くものになることもできなかったでしょう。私一人を見ましても、普通の軍人の家に生まれ、党の計らいで大学を卒業して青年同盟の活動家に育ち、公民の最高の英雄である労働英雄の称号まで授かりました。まさに金正恩総書記の絶大なる信頼、深い配慮は、私たち青年が英雄青年の神話を生み出せる奇跡の根源で、無限の精神力の源でした。私たち青年は金正恩総書記の導きに従って、第8回党大会の課題実行のための道で英雄青年の高い栄誉を一層輝かせることでしょう。8月28日、青年建設管理局局長で労働英雄の称号受賞者のリーグムチョルさんの手記をお送りしました。